ソロ活のすすめへようこそ。僕は藤岡、ヒューガナチャンネルの藤岡。まだ独身である。宮崎は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言われている。つまり宮崎って独身を包み込んでくれる、そんな場所。そんな宮崎のソロ活を案内していくシリーズです。チャンネル登録よろしく。寂しい背中。ヒューガナチャンネル。チャイシャうどん食いますか。人気なんここ。人気。宮崎ここ名古屋うどんか。今からこのうどんを食べたいと思います。名古屋うどんさん。名古屋うどん。宮崎独自のこの。あ、ちょっとうどんにしたいね今回は。うん、お前そば好きやもんね。ちょっと柔らかい麺。うんうん、うまい。麺もやばくて、いりこの出汁が効いてます。あ、いりこ出汁なんだ。なんかちっちゃいのお前。巨人サイズ。虫、あの親知らずにちょうどいい。ああ、これが良かった。まあ、大体こう週末は公園とかで散歩したりとか。自然に触れたいなと思ってる。まあ何気ない今日日常を見てもらえればなと思う。ここ何文化のもよく来るの？そうだね。やっぱ駅が近いし、結構自然もいっぱいあるから。なんかでもさ、もっとなんかでかくなかった。やっぱ子供だったんだな。ちっちゃかったからじゃない？なんか俺めっちゃここで遊んだ気がするんだよ。このザリガニがいるからね。鬼ごっことかめっちゃここでした気がする。あ、わかる？自然な感じ。イオンが来てます。そうそう、ここで落ちたりして ね。あー、変わったな。どうした？なんか魚もびっくりしちゃった一緒に。なんかこの辺りガンガンなんかみんなで。この前引っ張ったよ。うん。でもマジでちっちゃい時はすげえこれが大きかったイメージある。いやいや、なんかそう、もっとでかかったよね。うん、なんかもっと大きいフィールドで。気持ち子供が100人ぐらいここで遊んでる気持ち。でも確かに自分たちのグループだけじゃなくて、うん、知らないグループもいたよね。いたいたいた。久しぶりに来たわな。こんなに綺麗なんじゃない？あ、そうなの。あ、確かに、でも、黄色いのあるもんね、まだね。え、前さ、上とかもさ、いや、行ってた。ガンガン落ちたの。うん。え、ほん、俺たちの記憶が捏造なのか。違う、時代が変わったんだよ。いつもこうしてんすか、なんか土日は、一人で。身長伸びるから、これで。あ、そう。ちょっと寂しくないですか、一人で来るのは。でも、これ一人でするもんでしょ。あ、まあ、確かに。大概休みの日はこうやって公園のアスレチックをしています。平日なまった体をトレーニングしています。お金がかかる筋トレジムとは違い、こうやって市の施設を使うことでお得にトレーニングができます。皆さんも何かおすすめのトレーニングがあれば教えてください。こうやって足を動かすことで青大マラソンに向けて日々努力をしています。これが上級。周りから変な目で見られることもありますが、一人でやってるんだから全然寂しくありません。他にもこうやって一人でできるシステムがいっぱいあります。これは一人でできる屈伸マシンです。足をここに置いて屈伸ができます。一人のことも考えてくれる宮崎市、いつも本当にありがとう。撮ってんのよ。もしさ、そこでさ、なんていうの、そのゆくゆくはチャンネル登録者がこう1万人とか10万人が増えたら、ここでライブかなんかしようかなって。そういう活動してた俺たち。あの、
すごいな、幸せそうなこれがでも人生よな、結婚して子供産んで。あー、なるほどね、うん、まだお前間に合うよ、審査する。次はこのアイテムをしたいと思います。じゃん、シーソー。これ昔からやってみたいなと思ってたんだけど、これ一人じゃできません。誰か一緒にやりたいなとずっとちっちゃい頃から思ってました。念願のシーソー、楽しみです。お、上に上がっていきました。これが僕と息の人間力の差だと思いました。人間として僕は軽いと思います。もっと重い人間になりたいです。人生勉強頑張っていきます。シーソーって難しいな、人生みたい。次に文化公園での僕のちっちゃな頃のエピソードを紹介したいと思います。小さな頃石が好きで、ここにある小さな丸い石を集めてました。これが僕のちっちゃな時の宝物です。次はこの公園のメインスポットに行きます。ここにはなんとスペースロケットの模型があります。しかも模型といっても実物大の模型です。こんな大きな模型見たことありますか？僕は初めて見ました。ちっちゃな時も大きいと思ってたけど、今見てもでーげー大きいです。本当にこれで宇宙に行くんでしょうか？いつか宇宙に行きたいなと僕も思った時期がありました。宇宙飛行士になりたかったですけど、なれませんでした。みんなもこうやって夢破れていくよね。変わりましたね、宮崎。いや、前ここは何だったっけ、何だった前ここ、なんかそこら辺は弁当屋あったよね、雑居ビル、うん、弁当屋、ああいうとこになりました。だって初めて来た人はもう宮崎都会と思っちゃうからみたいな。いや、だからでもその結構さ、会社でさ、うん、高卒の人とかも、まあ、その県外、市外かだから、うん、その延岡とか都城からすると、まあ、ここに来て楽しいですね。あ、そうなんや、もうあるから。電車とかで来て、ここ行って、ここで買い物してくるんや。で、こっから、バスでさ、うん、イオンも行けるじゃん。直通があるから。あ、イオンまで行くの？行くらしいよ。ほんと？いや、やっぱ、他はないから、こういうのが。ゲーセンもあるしな、ほうな。うん、まあ、映画館もあるしね。うん。そうだね。変わったのにもね、結構なんかその、まあ、娯楽っていう意味では増えたらしいよ。次は宮崎のメインストリートを歩いていきたいと思います。宮崎駅からずっと西に続く一本の道、広島通り、若草通り、一番街を歩いていきます。昔よくここは通学路で通っていました。また行きと歩けるのが嬉しくて、パンケーキ食べたいしています。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、テンション上がってます。めちゃくちゃ楽しいですね。これうまそうじゃん。いろいろここには思い出があるんですけど、ここにある崩落まんじゅうってところがもう宮崎のソウルフードになっています。みんな宮崎人なら崩落まんじゅう知ってるよね。早速並んでみたいと思います。でも呼び方違うんでしょ、これ。なんかなんとかまんじゅうっていう。あ、そうなの。うん、なんか、え、なんとか焼きとかいいよな。今川焼き。え、なんか宮崎だけみたい、こういう言い方するの、このまんじゅうの形式を。回転焼き、なんか言うよ、今川焼きとか。うん、俺、今川焼きって言うの。その、今川焼きとか言うけど、うん、だから、コルクまんじゅうって言ったら宮崎でしょって言われる。いや、みんな好きだよね。俺嫌いな人は見たことない。そう、どっちがいいとかはあるけど、うん、なんか白と黒、うん、俺黒あんがい、俺黒、いや絶対黒っしょ。じゃあ、いや、そのこれ自体が嫌いな人は見たことない、うん、いただきます。こんくらい大きい目玉ぐらい。うん、あずき、あったかい。うん、あ、やっぱり俺黒がいいな。こんな感じで。うん、これなんていうんですか、宮崎。これ白あん、崩落まんじゅうの白あんっていう。中に多分あんこと蜂蜜、これ崩落っていうぐらいだからね、蜂蜜っぽいね。ほんとだ、国産純粋蜂蜜塩って書いてある。うんうん、
めちゃくちゃあんこが入ってる。これで1個、110円か。これが黒。俺はこっちの方が好き。分厚さもわかるかな？このくらい。分厚いね。小豆がたっぷり。やっぱこっちだわ。結構美味しいね。ほらくまんじゅう。こう、東京のさ、椅子はさ、横になれないじゃん。関心ねえだろ。いけないですね。関心ねえ。ケタとお前の巣が、お前の巣が出たな。え、汚いわけ？じゃあ、狭いの？これがあるのよ。今月余計が。あ、狙いよりってこと？うん。じゃあ、まだ、宮崎行くわ。おい、営業トークやん、お前。おい。宮崎には、おい、おい。宮崎にはホームレスがいないから。いや、いるんだって。いるけど、まあ、そんな数が多くないから、こうやって寝れるようになってる。そうだね。うわの空やん、お前。怖っ。じゃあ、グルッピーに乗りたいと思います。まあ、本店はグルッピー乗り場ってあるわ。ほら。じゃあ、チャリに。次は、グルッピーで宮崎の街を回りたいと思います。皆さん、このグルッピー知ってますか？多分名前の由来はこうぐるぐる宮崎の街を回るからグルッピーだと思うんですけど、これへんやん。宮崎駅から街中の山形屋を通って若草通りを通って最後はアミプラザに泊まっていく、こうずっとこうぐるぐる回ってるようなバスになってます。で、何がすごいってこう周りが囲われてないというか、ずっとこう風がこう当たるような仕組みになってます。大きなトゥクトゥクみたいな感じでこうやって宮崎の街を回っていきます。実は僕宮崎に住んで30年ぐらい経つんですけど、初めて乗りました。でも1回乗ったら200円でこう宮崎の街を一周できるので結構お得なんじゃないかなと思います。でこう乗ると旅行気分が味わえていいなと思ってます。そうなの？富士屋がそういえば宮崎に行ってきたんです。お前しか帰れないお菓子屋さん、ここがちょっと見てほしいんだけど、2人でこうフェアルビーみたいになってます。これが一番なんか旅行っぽいよね。普段は一人で歩いてるからあんまりペアルビーとか気にしたことないけど、ここがちょっと嬉しかったポイントです。こうやって宮崎の街を回っていくと懐かしいなって気持ちも同時に、変わってほしくないなって気持ちもあります。でも僕はこうやって宮崎に住み続けて宮崎を PR していきたいと思ってるんで、もし何か宮崎でここおすすめのとこあるよとかあったら教えてください。いつでも連絡お待ちしております。よろしくお願いします。あ、いいね、電車みたいね。無事トゥクトゥクで、あ、グルッピーでアミプラザに着いたので、次はアミプラザを登っていきたいと思います。ここはアミプラザの頂上にある展望台になってます。ここ来たことなかったんですけど、というのもちょっと一人で来るのは勇気がいるなと思っててなかなか来れませんでした。けど今回一人一緒に来てるのでテンションがめちゃくちゃ上がってます。でこの階段を上がっていくと宮崎市の街並みが一望できます。いつかこの街を牛耳ってみたいなって気持ちもあるんです。ぜひ皆さん協力よろしくお願いします。そして次に宮崎といえば海、そう、宮崎の海にやってきました。母なる海、ここで英知を養ってリラックスしていきたいと思います。やっぱりこう海って落ち着くというか、波がこう耐え立っているのを見ると自分の悩みが小さいなと思ってきます。あ、まああんまり悩みってないんですけどね。皆さん何か悩みとかありますか？ない。あんまり悩みないですよね。みんな生きてるだけだから、気楽なもんですよ。いいね。これからちょっとあの競馬しようと思うんだけど、ああ、好きですもん競馬ね。自然と触れて、うん、こうなんていうの、無欲の気持ち、ああなるほどなるほど、出すことで気をもらう的なね。そうそうそう、まあ、験担ぎじゃないけど
いくらかけるんですか、一応。すごっ。ヒューガナチャンネル。うん。人と人との縁っていうのは、なかなか簡単に切っちゃいけない。人と人の縁を少しずつこう増やしていって、大きな縁を作っていく。縁ってのは、ね、お金のこと？え、縁のこと？でも、そのお金の縁もどこから来てるかっていうと、人と人の縁なんだよね。で、その縁がゆくゆくはお金の縁にもなってくるし。あとは、丸い円だよね。どうやったらそうやって円をこう維持できるんですか？なかなかちょっとね、自然現象、自然に減っちゃうじゃない？うん。詳しく聞きたかったら、この続きはぜひ有料チャンネルで。オンラインサロンやってます。メンバーシップ。まだメンバーシップの要件満たしてないんですけど。僕の予想は、5000円分買ったんですけど、ボックスライって言って、この、元ある馬が純不動で、上位3着に入れば3連覇になるパターンです。で、組み合わせが全部で10通りあるんですけど、各組500円の10点買いで5000円分買いました。5000円も使ったの？使いました。これ1番が1番人気。単勝で 2.4 倍。7番が、単勝で 4.5 倍。で3番が単勝で 6.6 倍になってます。で、なるほどね。だから、137人気なの？うん、137人気。で、これだと、ちょっと低いけど倍率は、ちなみにこれで、3連複で137の場合。100円で、1240円。12.4 倍。あ、すごいね。だから、12.4×500 は6200円でも。ああ、じゃあ 1.2 倍みたいなもん。うん、1200円。うん。うん。なくなったのは寂しいね。そうだよね。すごい、こんなに子供おったよな。中はそうやな、さすがに。そうだね、反射ばっかりから。ウィンズ競馬が映るように映ってくる。じゃあみんな健闘を祈ってください。何番何番？123じゃない？来た？来たと思った。何番？やっぱ早かったね。早い。1番1、うん、あ、すごい。ちゃんと下に当たる。そこはその特に当てます。すごい。9000円落ち。換気しない。換気向こうですもん。あ。どうでした？いや、めっちゃ楽しかったです。親知らず痛くて、うん、最初予定空けてたんだけど、行きが帰ってくれたくらいだったわけで、うん、すごい楽しかったです。あの勝敗はどうやったの？見えるか？見える見える。14,550円ぐらい買って、うん、一応その最初のレースの時に、うん、5000円使って、うんうん、でとりあえずその最初使った5000円分と、うん、今日のお小遣いで1000円6000円分を下ろして、残り8550円が残りの利益。じゃあ今日から競馬始めたとしても、うん、プラスなんや。そう、今まで勝ったのよ。そもそも7分負けた。
じゃあ今日からじゃあ今日から新しく、うん、これでこれを元手に頑張る。そうだよね。この8500円は利益だもんね、完全に。そうそう。でそれをいくらまでにして出すの目標。10? 10万 ?10 万でいいの ?20? いやいや、やっぱあの気がいい。100万。100万ね。100万まで負けれないです、これ。100万投資してたから。え ?100 万投資してた。100万のレース。でもそう、いや、コツコツやらな。あ、コツコツ。うん。G1 ってやっぱり外れがないやろ。え ?G1 って大穴がないやろ、あんまり。G1 って硬いやろ。あるあるある。あるでも勝ち、なんか勝つルートを見れば勝ちやすいんやろ。まあまあ、かもしれない。でも、こんな感じでいっぱいレースが年間で。うん、いや、ヒューアーなんとの100万円企画。うん、あるので。今が11月か。うん。12、あ、これ2023か。2月も2月で、あ、これがある。フェブラリーステークス。G1?G1。ほんと?日曜日。ちょうどいいやん。お集め向き。か、あ、ここはないね、でもね。3連休はないかも。え ?3 連休はないかも。うん。これの G3 とかある。ああ、まあ G3 でもええの。うん。やめてんでも8000円なくすの。頑張っていきます。あの、僕の2000円は2900円で当たったんですけど、うん、あの、勝手に使わないでください。信じてください。ああ、預けますんで、はい、あなたに。はい。うん、GRE に誓って、使いません。みんなも競馬ほどほどにしようね。はい。気をつけてください。はい。またね。はい。だいたい日曜は来るんですか、ここに。運動した後は焼肉でしょ。イヤホどうでした朝密着。すいませんでしたね、急に来て。いやいや、なんか本当に、なんか久しぶりにこんな充実した3日間とか2日間とか過ごせました。これがまあ大体平均的な、あの、藤岡さんの土日なんすか?そうだね。まあ、今回はちょっとその、親知らず抜いてるから、ちょっとこう、ペースダウンしてるけど、本当はもっとこれの 1.5 倍ぐらい。ハードなんですね、結構。そうだね。なかなか濃いっすね。生きてる生活が。まあ、宮崎住んでるからね。ああ。また次また東京来たら、一緒に遊びましょう、また。また爆買いするんで、うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイチャー。このチャンネルめっちゃ面白い。ヒューガナチャンネル